ちょっと背景と端折りましてですね、大型工事実験施設なんですけども、雨滴の大きさや雨滴の降雨の強度を目についているノズルをいろいろ変えることでこういう再現していると、そういう施設であります。今まであまり経験したことのない雨をここで再現することで、地盤の中で何が起こっているかとか、排水するときにどのような排水の挙動をしているかということを再現して、実験を行って再現して、その結果を生かすことで、避難するタイミングとか、そういうあと、どのような防ぐ、どのような防災の対策を行っていくかというところに対して、情報を提供できればというふうに考えております。